はい。彼女は狼のように痩せてそして甚ははだ老年であるそれは夜になると私の門の晩をする白い雌犬のことである彼女は近所の大概の青年男女がいまだ小さい時に一緒に遊んだ私が現在の家に移った日にその家を 彼女が晩しているのを見た彼女はこれまでの借家人の幾人かのために続いて家の晩を務めていることを聞いた別に理由はないただ彼女はこの家の後ろの隅の屋に生まれたというだけのことである彼女は待遇の遺憾にかかわらず時計のように 正確にその借家人に奉仕した。報酬としての食物の問題は、ひどく彼女を悩ますことはなかった。実は、その町の大概の家では、彼女を養うために、毎日それぞれのことをしていたからであった。彼女はおとなしくて静かである。少なくとも、昼は静かである。そして彼女は、痩せて醜く。 尖った耳。よほど君の悪い目をしているにもかかわらず、誰でも彼女を好いている。子供らは背中に乗る。そして好きなように彼女をいじめる。知らない人なら君悪がらせるということだが、子供に対しては決して怒らない。彼女の我慢強いおとなしさの報いとして、彼女はこの町の人々の好意を得ている。 一度彼女は、公に撲殺されかかったことがあった。その時、カジヤの妻が駆けつけて、その係の巡査と談判して守備よく助けてやった。誰かの名前をつけておきなさい。巡査は言った。そうすれば安全です。誰の犬ですか。その問題は、なかなか難しくて答えられなかった。 この犬は、誰のものでもあり、また、誰のものでもない。どこででも歓迎されるが、どこにも持ち主はない。しかし、どこにいるのです。困った巡査は問った。あの西洋人のうちにいます。カジヤの妻は言った。それなら、その西洋人の名を犬につけておくさ。 巡査は教えた。そこで私は大きな日本文で私の名を犬の背中に書かせた。しかし近所の人々は一つの名では十分安心ができなかった。そこで小舟寺の僧は左の方へ寺の名を見事な漢字で書いた。それから鍛冶屋は右の方へ彼の店の名を書いた。 そして八百屋は彼女の胸にあるいはそれ以上のいろいろ違ったものを売ることになっているので呼ばれている言葉の八百という文字を書いたそれで今では彼女は鼻だ妙な様子の犬になったしかしその文字で彼女は十分に保護されている彼女にただ一つ 欠点がある。彼女は夜吠える。吠えることは彼女にとって気の毒にもわずかしかない楽しみのうちの一つである。はじめのうち、その習慣をやめさせようとして脅かしてみた。しかし彼女は本気にしないようだから、私は結局そのままにしておいた。彼女を撃つことはあまりひどかったろうから。 しかし私はその灰を憎む。いつでもうなされる時の恐怖の初めに来る不安のような一種おぼろげな不安を私に与える。それが私を恐れさせる。何となしに、迷信的に恐れさせる。おそらく私の書いていることが読者におかしくも思われよう。しかしもし読者が、 その灰を一度聞いたら、私の言うことをおかしいとは思わないだろう。彼女は普通の町の犬のようには吠えない。彼女はもっと遥かに狼に近い、どこか北方のもっと野蛮な種族から来ている。そして花だ特別な種類の野生を帯びている。そしてその灰は、また期待である。 欧州のどんな犬の吠えようとも比べられないほどものすごい。そして私はそれが比べられないほど古いと想像する。それは数百年の巡洋によって全然修正されていない彼女の種族の元来の原始的な叫びを代表しているのかもしれない。それは悪い夢の埋め木のような 失速するようなうめきから始まって、風のアイオンのような長い、長いアイオンに上がって、震えながら低くなって、盗み笑いになる。再びアイオン、前よりもはるかに高い激しいアイオンになる。突然ものすごい笑いのようなものになって破裂する。それから最後に、 小さい子供の泣き声のような愛国になって細くなる。このうちで気味の悪いところは、主に、全部ではないが、愛音の調子の哀れむべき苦しさと対象になっている、笑うような調子のものすごい長老に損する。その不釣り合いなところは、狂気を思わせる。 それで私はこの動物の魂に、それに相応な不釣り合いの損することを想像する。私は彼女が私を愛していることを知っている。一刻の猶予もなく、私のためにその哀れな生命を捨てることも知っている。私が死ぬようなことがあったら、彼女が悲しむことも信じている。しかしそのことについて、 他の犬のような、例えば垂れた耳の犬のような考え方はしないだろう。彼女はあまりに華々しく自然に近いから考え方も違う。どこか寂しいところで私の死体だけと一緒にいるようなことがあったら彼女はまず初めに自分の友人のために盛んに嘆くだろう。しかしこの義務が終わったら 今度はこの上もなく最も簡単な方法でそれを食うことで彼女のその長い狼の歯でその骨を噛み砕いて彼の悲哀を和らげに取りかかるだろうそれから何ら両親にやましいところもなく彼女は座って月に向かって彼女の祖先から遺伝した 弔いの叫びをあげるだろう。その叫びは、私に期待な恐怖と同様に、期待な好奇心を起こさせる。その訳は、そのうちにいつでも同じ連続の順序で繰り返し起こってきて、特別の形の動物の言葉、特別の観念を表しているに相違ない。 ある異常な母音の集まりがあるからである。全体は一つの歌。人間のではないから人間には想像ができない情緒と思想の歌である。しかし他の犬にはその意味がわかる。そして数理の夜を隔てて返事をする。時としてそれがあまり遠くから来るので私は極度に耳を澄まして 初めてそのかすかな返事がわかることがある。言葉は、もしそれを言葉と言えるなら、花だ少ない。しかし、その情緒的効果から判断すれば、それにはたくさんの意味があるに相違ない。必ずや、それは数万年の古いもの、鈍い人間の感覚にはわからない匂いや、 蒸発や、流入と流出に関するもの。それからまた、衝動。大きな月の光で、犬の霊魂の中に動く名のない衝動。を意味するのである。私どもが犬の感覚、犬の情緒と観念を知ることができたら、私どもは、その情緒観念の性格と、 その動物の肺によって起こる特殊の不安の性格との間の不思議な関係を発見するだろう。しかし犬の感性と人間のそれとは全く違っているから、私どもは決して本当に知ることはない。ただ私どもは極めてぼんやりと、私どもの心に起こる不安の意味を推量することができる。 その長い叫びのうちのある調子、そしてその調子のうちの最もものすごいものは、奇妙に苦痛と恐怖を訴える人間の声の音調に似ている。それから、その叫びの音そのものが、非常に離れたある時代に、人間の想像において特別な恐怖の印象と連想されていたことを、 信ずべき理由がある。ほとんどすべての国々で、日本も含んで、犬の吠えるのは人間には見えないもの、そして恐ろしいもの。特に神々や幽霊が見える体となっているのは、著しい事実である。そしてこの迷信的信仰の一致は、その叫びによって起こされる不安の分子は、 超自然の恐怖であることを暗示する。今日私どもは見えないものを自覚的に恐れることはやめた。私ども自らが超自然的であって、この感覚の生命を有する肉体といえども、古い創造のいかなる幽霊よりもはるかに霊的であることを知っている。しかし私どもの心に、やはり、 原始的恐怖のおぼろげな遺伝が眠っている。そして反響のように、夜吠えるその音のために目を覚ます。人間の目に見えないものを何でも、犬の感性が時として知覚することがあるが、私どもの幽霊感とは少しも似ているわけはない。狂気 IQ の不可思議な原因は、大概、 見えるものから来るのではなかろう。犬は特別の視力を有していると想像するだけの解剖学的の理由はない。しかし犬の嗅覚器官は人間の鼻よりもはるかに優れた能力のあることは明らかである。犬が超人間的知覚を有するという古い世界的信仰は事実によって正当とされている信仰であった。 しかし、視覚は目によるのでない。犬の灰が事実、昔想像されたように、幽霊の恐怖の叫びであったとすれば、その意味は必ず、見えるでなく、匂うであろう。人間には見ることのできないものの形が、犬に見えるという想像を正しいとする証拠は何も存在しない。 私の屋敷にいる白い動物の夜の遠吠えを聞くと、彼女が何か実際恐ろしいもの、何か私どもが道徳的意識から遠ざけようとするが無駄であるもの、すなわち人生の直人気のような法則を精神的に見ているのではないかとイぶからせる。いいな。彼女の叫びは単に犬の叫びではなく、 人生の法則そのものの声。無理解にも詩人によって、愛のこもった、慈悲に富んだ、神々しいと言われているその自然の言葉そのものであるように思われる時がある。何か知られないような究極の方法で、あるいは神々しいかもしれないが、しかし確かに慈悲深くはない。 さらにまた一層愛のこもったものでもない。ただ共食いによって生物は生存している。詩人の目から見れば愛、希望、記憶、向上の念のある私どもの世界は美しく見えるかもしれない。しかし、人生は絶えざる虐殺によって養われているという事実。 最も優しい愛情も、最も気高い熱情も、最も清い理想も、肉を食い、血を飲むことによって養われねばならないという事実には、何の美しいところもない。すべての生命は、自分を支えるために生命を鈍食せねばならない。読者は自分で、 神のようだと考えたければ考えてもよろしい。しかし諸君はその法則に従わねばならない。あるいは好みによっては最色論者になってもよい。それにもかかわらず諸君は感情と欲望を有するものを食わねばならない。水を飲んでも生物を飲まないわけにはいかない。名前は嫌だが、 私どもは要するに、共食いをするものである。一切の生物は根本的に一つであるからである。そして私どもは、植物、魚、爬虫類、鳥、哺乳動物、あるいは人間のうち、どの肉を食うにしても、結局、同一である。どんな動物でも、埋められてから、あるいは、 焼かれてから食われる。それも一度や二度ではない。いいな、百度や千度や一万度ではない。私どもが動いている地、私どもが生じてきた土を考えてみよ。それから出て、そこへ帰って、私どもの食物となるものを養うために、朽ちて隠れてきたその消えた、 数十億の人類のことを考えてみよ。絶えず私どもは、私どもの種族の屍、私どもの昔の我が身の自質を食べる。しかし、いわゆる無生物でも共食いである。自質は自質を食べる。水の一生的のうちでも、原子は原子を食べる。 そのように広大なる空間では、天体は互いに愛はむ。星は世界を作って、それを食う。恒星は、彼ら自らの月を消化する。一切のものは決して終わらないで、ただ繰り返すばかりの鈍色である。そしてこんなことを考えている人にとっては、この宇宙は、 親の愛によって作られ支配される神々しいものであるという話は死人の魂は神々によって食われるというポリネシアの話よりもありがたみが少ないこの法則はひどいように思われるのは私どもはこの悪魔のような自然に反対する思想上層を発達してきたからである ちょうど、優位的運動が重力の盲目的な力に反対するようである。しかしこんな思想や感情を持っていることが、その最後の問題の暗黒なことを少しも現時ないで、かえって私どもの地位のものすごさを増すばかりである。とにかく東洋の信仰は、 西洋の信仰よりもその問題を一層よく解決する。仏教徒にとっては、宇宙は少しも神聖でない。全く反対である。それは、業である。それは誤りの思想と行為の想像したものである。それは何ら、真意によって支配されていない。 それはものすごきもの、増されるものである。同時にまた迷いである。恐ろしい夢のうちの形や苦痛が、夢見る人にとって事実らしく見えると同じ道りで、それがただ事実に見えるのである。この世における私ども生命は、眠りの状態である。しかし私どもは全く眠ることはない。 私どもの暗黒のうちに光はある。愛と憐れみと同情と仁愛という、かすかな極光に似た目覚めがある。これは史上を離れた誠のものである。これは永久の神聖なものである。これは四つの無限大の感情で、その夕焼けのうちに日光の中の霧のように、 すべての形は皆迷いが消えるのである。しかし、その感情に目覚める場合を除いて、私どもは全く夢を見るものである。暗黒のうちで助けられないでうめいて、影の恐怖のために苦しめられている。私どものことごとくは夢を見ている。全く覚めているものは一人もない。 そして世の中の賢者として通っている多くの人々は夜になると吠える私の犬よりもこの事実を知っていることは少ないほどである。私の犬が物を言うことができたらどんな哲学者でも返事のできないような質問をするだろうと私は思う。 彼女は生存の苦痛によって苦しめられていると私は信ずる。もちろん私はその謎が私どもに現れるように彼女に現れるという意味で言ってはいない。私ども自身のような精神上の過程で何かの抽象的結論に達することができるという意味でもない。彼女にとって外界は 匂いの連続である。彼女は匂いで考え、比較し、記憶し、推理する。匂いによって彼女は性格の評価をする。すべて彼女の判断は匂いに基づいている。私どもが少しも嗅ぐことのできない数千のものを嗅いで。 私どもには見当もつかないような風にそれを得得しているに相違ない。彼女の知れるいかなるものも全然想像のできない種類の精神上の作用によって学ばれたのである。しかし彼女は食うことの経験あるいは食われることの本能的恐怖と匂いの関係によって対外のものについて考えていることを かなり確かに信じてもよい。確かに彼女は、私どもの踏む地球について、私どもが知っている方がよいと思うこと以上の知識を持っている。そしておそらく、もし話すことができたら、彼女は空気と水の最も珍しい話を私どもに物語るだろう。こんなに恐るべく凍徹した感性力を、 幸いにも、あるいは不幸にも持っているので、彼女の外界の実在に関する見解は、非常に沈痛なものであるに相違ない。こんな世界の上に輝く月を見て、彼女が吠えるのはほとんど不思議ではない。それでも彼女は、仏教の意味から言えば、私どもの多数よりももっと冷めている。 彼女は粗末ながら道徳法を持っている。それは忠実、復従、従順、感謝、それから母性愛、それからいろいろの行為の小さい規則を教えている。そしてこの簡単なる道徳法を彼女はいつでも守っている。僧侶から見れば彼女は人間の知るべきことを知らないから、 彼女の境遇は心の暗黒の境遇と言われる。しかし彼女の巧妙に従って、彼女は来世にはもっと良い境遇に生まれ変わってくる価値のあることを十分してきた。彼女を知っている人々は皆そう考える。彼女が死ぬ時には、人々は葬式をして、彼女の魂のために今を読んでくれよう。 古武寺の僧は、境内のどこかに墓を作って、その上に、女瀬畜生初菩提心」という文句を書いた小さい外葉を立ててくれるであろう。